プセルトーイ、また買ってきちゃった、また買ってきちゃった、やつを買ってきちゃったらしい、買ってきちゃったらしい、らしいらしい。じゃあこれじゃ高すぎるって言われたんだよね、めぐさん、もうちょっとふなっしー低いよと、ふなっしー、ふなっしーのしー、ふなっしーのしー、このね、ふなっしーのしー、めぐさん今までふしーしーぐらいだと思ってたんですけど、どうもちょっと高すぎるらしく、低くすると本当にめっちゃ似てるというお褒めの言葉をいただいてるんですよね。グッチョ、いやー、いやー好きだわ私これ、コップのふなしこさん、コップのふなしこさん、しかも1個しかやってこなかった、なぜかというと一番欲しいの出ちゃったから。ラインナップこんな感じ、みんなどれ欲しい？あれ、私が欲しいのはね、こちらでございます。マンボウ、これ好き、マンボウ本当好き、かわいい。まあこれコップだとしたら、マンボウの乗せ方はこう股のところにスッと乗せるから、あ、やだやだ、マンボウかわいい、見て。そして今回このマンボウのシワ感、シワ感やばくね、この再現度、ここのシワ感がさ、まさに2000年に一度現れる梨の妖精じゃん、やばいよね。まるで本物のふなっしー先輩を連れてきて、もうそのまま肩取っちゃったんじゃないかってくらい、ここのシワ感がね、なんとも言えない。マンボウ出るまで回そうって思ったら一発で出ちゃったんですよ。当然ちゃんと読めるようにね、ふなっしーと名前も入ってますよ。裏のね、このシワ感も出てる、ここの、でもなんといってもここの、いや、たまんないでしょこのシワ感、いやー、マンボウ最高。ふなっしー、なんで私こんなハマっちゃったんだろう、最初どうでもいいと思ってたのにな、ほんと可愛くてしょうがない。パステルバージョンだって。プティットシリーズって書いてある、ふなっしーマスコット全6種類、キタンクラブのものですね。キタンクラブか、やっぱキタンクラブか、キタンクラブクオリティ高いわ。ふなっしーマスコットパステルバージョンの紹介でした。私が出たのはマンボウでーす。最高、ふなっしー最高。そんなわけで、カプセルトイふなっしーマスコットの紹介でした。ぜひ皆さんも見つけたらマンボウ、バイバーイ。